歌は心を潤してくれる。リリンの生み出した文化の極みだよ。そう感じないか、碇シンジ君。先生のところにいたんだ。穏やかで何もない日々だった。ただそこにいるだけの。でもそれでもよかったんだ。僕には何もすることがなかったから。いろいろあったんだ、ここに来て。来る前は先生のところにいたんだ。穏やかで何もない日々だった。ただそこにいるだけの。でもそれでもよかったんだ。先生のところにいたんだ。穏やかで何もない日々だった。ただそこにいるだけの。でもそれでもよかったんだ。僕には何もすることがなかったから。別にどうでもよかったんだと。ただ父さんは嫌いだった。どうして薫君にこんなこと話すんだろう。碇シンジ君、そう感じないか。